新しい時代の小型 EV として電気モーターで走る日産 MK は EV ならではの静かでパワフルな走りを体験できます。都市の洗練された景観にも日本の街並みにも自然に溶け込むようデザインされています。素材の良さを最大限に生かすという日本的な考え方から素材ファーストで車の形を考えました。銅は昔から日本人にとって非常に馴染み深い色と素材です。車両全体は銅の機能美をイメージし、1枚の銅の板を伸ばして削って鍛え抜いた、そんな金属感から力強く底光りする赤金色を作りました。エクステリアはシンプルかつミニマルで、フロントからドアハンドルのないボディサイド、そしてリアへと滑らかに面や線が流れます。ディテールにはジャパニーズ DNA を取り込んだ表現をしました。それは例えば水引き模様の流れの美しさにヒントを得たバンパーやホイール、ルーフのスリットパターンがあり、これらは EV との相性が非常に良くて緻密でダイナミックな表現を可能にします。ルーフの酸を通して室内に降り注ぐ光と影の演出が内外をシームレスにつなぎます。インテリアはこれからの自動運転の時代を考えて、自分が運転する空間から快適な時間を過ごす部屋としての空間へ変化することを意識して開発しました。インテリアの下側は縁側のようにくつろげる空間をイメージしてデザインしました。調光や通風の優れた欄間をイメージさせる木組みは足元から安らぎを与えます。赤金のアクセントがユーザーを柔らかく包み込みます。シートは気軽で便利な腰掛けのイメージから、そのシェイプを引き立たせる色と素材は白い雲をモチーフに開発しました。シートファブリックには防火加工と抗菌処理が施されています。デザイナーにとって VR は欠かせないものです。見せたいビュー、いわゆる勝負ビューが何箇所かあります。角度や距離によって色の強さ、柄の大きさ、密度などが変わります。その全てをコントロールすることができます。特徴的なプリズムモニターは空中に浮かび上がるかのように情報を映し出します。モニターの手前側と向こう側を視覚的に連続させることで奥行きや広さを感じさせ、リラックスできる空間を作り出すためです。インタラクティブにウィットにあふれる楽しい GUI が表示されます。このように日産 MK はジャパニーズ DNA が持つモダンでクリーンな佇まいと EV のハイテクノロジーと融合しています。規制概念にとらわれず日本の文化に合わせて考え抜かれています。上質なスモール EV としてより多くのお客様にお乗りいただきたい車です。